世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは好きな和菓子を3つあげるなら何を選びますか？どら焼きやまんじゅう、たい焼き、かりんとうなど様々な和菓子がありますよね。コンビニやスーパーなどでは洋菓子の方が見かける機会が多いものの、和菓子にはたまに無性に食べたくなるような何とも言えない魅力があるでしょう。また和菓子の魅力として見た目の美しさも挙げられます。草花をモチーフにしたものや風景を切り取ったものなど、実に様々なものが表現されており、そのあまりの美しさや可愛さに食べるのがもったいないと思ってしまうほど。こうした繊細な和菓子を初めて見た外国人は、そのクオリティの高さに驚くのだとか。今回はある日本人男性が経験した和菓子にまつわる体験談と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私リリーのナレーションでご紹介いたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。では早速、その日本人男性の体験談から見ていきましょう。これは数年前、私が仕事の都合で2週間ほどアメリカに滞在した時の話です。2週間というなかなかの長期滞在だったため、なるべく費用を抑えるために安いホテルを取っていました。しかし安いには安いなりの理由があり、そのホテルはいわゆる訳ありホテルだったのです。どうやらこのホテルが建っているエリアは治安が悪かったらしく、2、3日に1回のペースで銃声が聞こえてきます。ただ私は職場とホテルを行き来するだけだったので、日中出歩く分には大丈夫だろうと軽く考えていました。アメリカに来て1週間ほど経ったある日、その日はいつもより仕事が長引き、ホテルに帰るのが夜遅くなってしまいました。街灯も薄暗く、不気味だなと思いながら歩いていたところ、前から歩いてきた男に突然銃を向けられたのです。その男は銃を構えたまま、荷物を全部置いていけと指示。私は恐怖で怯えながらも、言われた通りに財布と携帯、そして時計を地面に置いて下がりました。ただその時は仕事帰りだったこともあり、ほとんどお金を持っていなかったのです。それに相手が逆上し、ボディチェックをされて、ポケットに入っていたパスポートや身分証も没収。そして、お前日本人なのになんで金持ってないんだよ、チャイニーズだってもっと持ってるだろう、と暴言を吐かれました。ただここまでのやりとりでかなり時間が経っていたためか、ちょうど巡回の警察官がやってきたのです。その警察官はほとんど警告なしで犯人の両足を打ち抜き、その男を逮捕。話を聞くと、私を襲った強盗は前にも同じようなことをして捕まっていたそう。その後警察署で少し事情を聞かれたものの、すぐに解放されました。ただそこの署長らしいこわもてのアメリカ人に、こんな治安の悪いところに外国人が宿を取るのはやめた方がいいと怒られたのは言うまでもありません。今回の件でアメリカは私の想像以上に銃社会なんだと改めて実感しました。次の日、昨日のお礼にお土産用で余っていた羊羹の詰め合わせを持って警察署へ。すると昨日はこわもてだった署長が、ジャパニーズクールとなぜかハイテンションかつ笑顔で私に接してきました。どうやら和菓子に興味があったものの、なかなか手に入れられなかったらしく、そんなところに私が和菓子を持ってきたので嬉しくてテンションが上がったのだとか。その後私は軽く挨拶をし、羊羹の食べ方を教えてホテルに戻りました。その夜、私がホテルでくつろいでいると署長から電話が。君はなんて素晴らしいものをくれたんだ、あんなうまいもんをはじめは食べられるのか疑った自分が恥ずかしいよ。知ってるか、あれは日本茶と一緒に食べると超うまいんだ、妻にも食べさせたら大絶賛さ、
早速来年日本旅行することが決まったよ。君には感謝しかない。この町で困ったことがあればいつでも相談してくれ。その言葉を聞いて、こわもてで近寄りがたい雰囲気だった所長がなんだかとても可愛く思えました。実は私が持っていった羊羹は富士山のような見た目で、綺麗なグラデーションが入ったもの。その見た目の美しさに本当に食べられるのかと、初めは戸惑ったようです。その後、所長は本当に日本を訪れ、京都を観光したらしく、金閣寺をバックに奥さんと撮ったツーショット写真がメールで送られてきたのです。そして、私を助けるために発砲した警察官からは、君のせいで所長の日本かぶれが悪化して大変だよ。あ、でも、羊羹はまた送ってくれ。とメールが来ていて、少し嬉しくなりました。彼の体験談は以上です。初めて見る美しい和菓子に、所長は本当に食べ物なのかと驚いたようですね。私たち日本人ですら、その芸術性の高さに驚くのですから、外国人が驚くのも無理もないでしょう。和菓子は以前から味の美味しさだけではなく、見た目の美しさにもこだわって作られていましたが、近年は今まで以上に見た目にこだわった和菓子が多く、特に若者を意識した可愛らしいものが増えている印象です。コンビニスイーツのエリアを見ると、アニメや漫画のキャラクターをイメージした和菓子が並ぶことも、ムーミン、すみっこ暮らし、鬼滅の刃、名探偵コナンなどのキャラクターを用いた可愛らしい和菓子が人気を集めています。こうした和菓子は主に練り切りと呼ばれるものでできており、これは白あんに砂糖、もち米を加工した米粉などのつなぎの食材を加え調整し練ったもののことです。この白あんに色をつけたり細工を行ったりすることで、キャラクターたちの繊細な表情を表現しているのですね。またコンビニだけではなく、和菓子屋でも猫や犬、熊などの可愛らしい動物たちをモチーフにした和菓子を扱う店が増えており、即完売することもあるようです。それまで和菓子は洋菓子ほど身近な存在ではなかったものの、こうした可愛らしい見た目の和菓子が登場したことで、若い世代の人にも少しずつ和菓子が身近になっているのですね。以前、こうした日本の可愛らしい和菓子を取り上げた海外メディアの記事が話題になり、その記事にはたくさんのコメントが寄せられていました。寄せられたコメントの一部を紹介しますので、皆様も何かご意見がありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。海外の反応。食べるには美しくてキュートすぎるよ。なんで日本では全部可愛くなっちゃうの？日本には可愛いのエキスパートとしての伝統があるよ。日本にいた時にケーキ屋のそばで彼らの素晴らしい仕事ぶりをじっと見たことがある。繊細で素晴らしすぎて食べるにはあまりにももったいないんだよ。すごく綺麗。ケバブ以外の最高なものは全て日本人によって作られてるのかしら？芸術を壊してしまうようで食べるのが怖くなる。食べるにはあまりにも美しい。日本にいた時に見た覚えがないのはおそらく食べ物だとは思わなかったからだと思うな。だってあんなにリアルで可愛いものが食べられるなんて普通は考えられないだろう。みんなは可愛い猫の素敵なお菓子を見たことある？可愛すぎてほとんど食べられそうにないの。そのまま飾っておきたいぐらいだわ。私はガラスみたいに透明で綺麗なお菓子が好き。あとはすごくリアルに作られた動物の飴もいいわね。すごくクリエイティブよね。可愛い子猫や他の動物、扱ってるものが幅広すぎるわ。和菓子は僕が日本を好きな理由のうちの一つだよ。可愛らしいお菓子は日本の文化なのさ。前に日本のコンビニでディズニーの和菓子を見たよ。初めて見た時は
なんで人形が他のスイーツと一緒に並べられてるのかわからなかった。どうやって作ってるのかさっぱりわからないよ。日本人は食べ物の見た目に関してものすごく神経を使ってそうだね。以上が海外の人たちの反応です。多くの外国人たちが日本の繊細で可愛い和菓子に興味津々なようですね。またリアルで可愛すぎるために食べられないといった意見も多々見られました。私も実際にコンビニでキャラクターの和菓子を購入したことがありますが、正直なところ食べるのをかなりためらった記憶があります。ですが見た目と味で二度楽しめるというのは想像以上の満足感がありました。目でも舌でも楽しめる、そんなところが和菓子の魅力なのかもしれませんね。近年は今回ご紹介したような繊細で可愛い和菓子が通販で買えることも多いようです。ぜひ特別な日のご褒美に見た目も鮮やかな和菓子を選んでみてはいかがでしょうか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。